ドキンちゃん、ドキンちゃん、ラテン文字表記。ドキンちゃんは、柳瀬隆作の絵本、アンパンマン及びその関連作品に登場する架空のキャラクター。アニメ版の声優は、鶴ひろみ、富永美い声優の交代については口実。バイキン星から連絡もなく、突然卵型 UFO に乗って、バイキン城に突撃しようとした女の子。バイキン星で、 バイキンマンの噂を聞いてやってきたらしい。以後、バイキン城に居候として、バイキンマンと同居している。基本的に周りからは、ドキンちゃんと呼ばれており、ドキンと呼び捨てで呼ばれることは、ほとんどなく、キャストクレジットでも、ジャム、おじさんと同様に、常にドキン、ちゃんである。名前の由来は、胸がドキドキするというところから来ている。また、キャラクター設定は、 風と共に去りぬのビビアン・リー演じるスカーレット・オハがモデルとなっている。バイキンマンと同様に変装の名人で、子供に変装した時の名前はドキコ。変装の際にはビンテイメガネをよくかける。また、変装したバイキンマンと共に登場するため本来は実在しないようなキャクターを名乗った少々無理のある変装をすることも多い。変装を参照。 誕生日は設定されていないが、1992年10月19日、関東にドキンちゃんの誕生日というエピソードが放送された。体は朱色で、角は一本。手は白く、足はピンク色、鼻は赤色。当初目の形は釣り目だったが、後に半円形に変わった。瞳の色は緑色。バイキンマンと同様矢印のような尻尾が生えており。 この尻尾には相手の動機を高めたり高熱を出させる能力がある。初登場となった絵本作品アンパンマンとリンゴちゃんでは花が大きかった。また絵本アンパンマンとドキンでは超新でスマートな女性キャラとして描かれ尻尾がないバイキンマンと比較しても明らかに体格が異なっていた。バイキンマンと同様冬の季節になるとコートを着る。 コートの色は、初期は赤系のコートであり、途中からピンクに変更されている。当初は刺したものの大きさを変えられる、伸び縮み槍という武器を持っていた。また、初期では伸び縮み槍とは別の槍を持っている時もあった。現在は持っている描写が見られない。他人のものを欲しがり、いつもバイキンマンに奪わせるという女王様気質の、わがままな性格でバイキンマンを困らせる。 バイキンマンの悪事は彼女のわがままを叶えようとしたことからのもの少なくない。バイキン城についても自分のものと思っていることも多く、勝手に城を自分の顔の形に作り変えたりしたこともある。バイキンマンをすっかり尻に敷いているが、バレンタインデーにチョコレートをあげるなど、稀に彼に対して優しい一面も見せることがある。フライパンを武器として、 バイキンマンに制裁を加える際に使用していた時期もあった。絵本や漫画などではボクシンググローブを使ってバイキンマンを押し置きすることが多い。柳瀬の漫画、とべ。アンパンマンでは最後のコマに登場し、オチを担うことも多い。その時はバイキンマンを追いかけたり話を聞いて呆れたりすることが多いが、バイキンマンを慰めてあげることもままある。 右と左の巻きなど。バイキンマン同様にドキンちゃんもバイキンではあるのだが女の子であるためなのか綺麗好きでよく入浴や部屋の掃除をしている。花や宝石のような綺麗なものも好き。アニメ初期は綺麗なものが苦手な様子を見せていたが天丼母さんに家事を仕込まれたことから料理等を稀にすることもある。大抵家事はホラーマンに任せっきりである。料理は 非常に下手だが、お菓子作りに関してはその限りではない模様。また、ゲストキャラクターに教えてもらうとすぐに上達する。このほか、芝居に対する造形が深く、芝居の話を耳にするたびに決まって、ヒロイン役を演じたがっている。彼女の演技力は白玉さんや食パン、漫画絶賛するほど高い。多少のナルシストの気もあり、自身を世界で一番美しい女の子と信じ込んでいる。 クレヨンで絵を描くという趣味があるが、大抵は食パンマン絡みのことを描く。このほか、編み物も得意としている。バイキンマン同様に食べ物には、目がなく、バイキンマンを国旗使う、きっかけのほとんどが、食べ物絡みである。太めな体型や体重を気にしている割には相当な、大食いでついたちの半分を食事に費やしてるほどだが、時々ダイエットをしている様子が見られる。 そのクイージは、バイキンマンと同等あるいはそれ以上のものがあり、彼の食べる分まで横取りして食べ尽くしてしまうほどである。かつては、野菜嫌いだったが後に克服している。ヤナセが、アンパンマンワールドのキャラクターについて語った、著作の中では、ドキンちゃんはなぜか僕の母親の面影があり、性格は妻に似ているとある。また、最初は、 バイキンマンの助立ちをさせるつもりだったが、書いているうちに作者の手を離れ、ドキンちゃんはどんどん強くなりバイキンマンは顎で使われるようになってしまうか、それはそれで面白がっている。彼女が単独で悪事を働くことはほとんどなく、TV アニメ版第十五話 B、アンパンマンとヘドロマンではバイキンマンと行動せずに単独行動してヘドロマンに協力したことがある。 バイキンマン一人が遠くへ飛ばされると、後を追う形で去ってしまうが、バイキンマンがアンパンマンと戦うとき、彼がピンチになると人質を取って、アンパンマンを牽制するというサポートを行うことある。アンパンマンの防水用ヘルメットを外す、あるいは破壊したり、水鉄砲を使ったりして、彼の顔を濡らすなど、バイキンマンと協力して、一緒に攻撃を仕掛けることもある。 ゲストキャラクターの攻撃を受けたり他初見をしたせいで、岩などに衝突し、バイキン UFO が大破した場合は、バイキンマンをマジックハンドで救出するなどもしている。しかし、大抵はアンパンチを受けたバイキンメカの爆発に巻き込まれたり、吹き飛ばされたバイキンマンに衝突し、一緒に飛んでいくパターンがほとんどで、直接アンパンマンから攻撃を受けることはほとんどない。ただし、 だダんだんイアムグリーンといった二人乗りの大型メカに登場している時など、バイキンマンと一緒に攻撃を受けることはよくある。その一方で、バイキンマンがピンチになったり、お目当てのごちそうを食べ尽くすと、自分だけ先に帰ることも多い。ただし、その途中で吹き飛ばされたバイキンマンに衝突し、一緒に飛んでいくこともある。そのため、バイキンマンと共に悪さをしても彼女だけ。 おがめを受けないケースが多い。バイキンマンの不在時にジャムおじさんらに取り囲まれ気まずい、状況に陥ることもあり、そのまま誤魔化して退散してしまう。また、バイキン城や、バイキンドグハウスなどにいる場合でも、吹き飛ばされたバイキンマンにぶつかって、こっぴどく怒ったり、気絶してしまったりするオチが多い。ただし、悪事を犯していながらアンパンマンの仲間たちに、助けてもらえることも多く、 その際は、恩返しする。大抵は、バイキンマンを制裁し、ピンチを救う、という一面もあり、場合によっては、アンパンマンたちに協力する。また、バイキンマンが吹き飛ばされた後に退散しようとするときに、ゲストキャラクターに呼び止められて、食べ物などのお礼をもらうことも多い。一人称は、私、初期の頃は、あたい、ドキンちゃん、ドキン、ということもある。二人称は、 主に、あなた、あんた、口癖は、退屈、お腹減ったなど、バイキンマンと共に襲撃する際、アンパンマンたちからは、バイキンマンとだけ言われることが多く、その時は、ドキンちゃんも、いますなどということ多い。ただし、稀に、バイキンマンにドキンちゃんと言われることもある。また、劇場版では、彼女の後にホラーマンが、ホラーマンも、いますなどということが多い。 基本的に女の子らしい言葉遣いをするが、バイキンマンに命令する際には、死な、死的ななど、少々口調が荒くなることがある。TV アニメ版、アンパンマンとパン泥棒で、食パンマンの紳士的な態度に接してから彼に対して、好意を抱いてしまい、以降は彼を、食パンマン様と呼ぶ。しかし、告白する勇気がないのか変装をして接近することが、多い。 終始変装して登場する話もある。食パンマンとの距離は近づいては、離れるの繰り返しであり、他の女の子が食パンマンと仲良くしているのを見ると、激しく嫉妬してしまい場合によっては、その邪魔をすることもあるが、ゲストキャラクターの料理や特技を弟子入りして教えてもらいそうでおる、待って食パンマンを喜ばせることもある。また、バイキンマンと一緒に、悪さをしている際に食パンマンに危害が及ぶと、 食パンマン用に何するのよ。と、バイキンマンに制裁し、あげくの果てには寝返る場合もある。TV アニメ版初期の頃は、話によっては食パンマンに好意を持っている設定があるにもかかわらず適視していたこともあった。食パンマンの妄想をすることも多く、彼の出番がドキンちゃんの妄想の中のみであることも多い。作者が雑誌で答えたインタビューによれば、 食パンマンは食品でドキンちゃんは売金なので結ばれることはないが叶わない恋をすることだってあるとのこと。三倍マシーンによって三人になった食パンマン、おののの絵を描いたことがある。ホラーマンとは初対面の頃から彼に一方的に好意を寄せられており常につきまとわれているので基本的に彼のことを鬱陶しく思っている。彼の好意を逆手にとって バイキンマンよりも従順な彼に、家事や食べ物を探させることも多いが、食べ物を探したり、ゲストキャラクターから料理を習って、振る舞ったりなどと彼女のために懸命に努力る姿勢は、評価している。また、傍若無人な妹分のコキンちゃんとはよく喧嘩をして、扱いに手を焼いているが内心ではとても気にかけており、最初は、バイキンマンに捜索してもらうがその後に、 自分創作しに行って最後は必ず仲直りしている。白玉さんにも非常に憧れており、彼女のことも白玉様と呼び、彼女のお芝居は最前列で鑑賞する、お芝居に参加することもある。バイキンマンの悪事に加担していない時は、アンパンマンやパン工場の面々とも仲良くしている、会も見られる。つららちゃんやカレン、ゆきんこゆきちゃんなどの女の子の友達も多い。 ただし気まぐれの気質ゆえに、かつて仲良くしていても再びいたずらの標的にされるケースもある。バタコさん、生意気なまこなど。ポッポちゃんやゆず姫のような小さくて可愛い子が好きであり、お腹をすかした赤ちゃんマンをバイキン城に連れて帰ったり、バイキンマンに追い出されたピカルンルンを優しく迎えてあげりすることもある。クリームパンダが初登場した回では、 彼のことも可愛がっていたが、後にアンパンマンたちと同じく敵対関係にある。決して引く手スーパーとは言えないが、バイキンマンやホラーマンを、はじめ、彼女に一目惚れしたり好意を寄せたりする男性キャラクター、ハサミドリ、ペロペロ小僧などはこれまでに少なからいる。私はドキンちゃん、ドキンドキンドキンちゃん、ドキンちゃんのドキドキドッキンハートは、ドリーミングが悪い魔法の歌。 ドキンのララバイは当時の担当声優であった鶴姫が歌唱している。四国旅客鉄道 JR 四国は JR 四国2000系機動車にラッピングを施し、ドキンちゃんをテーマにした車両であるドキンちゃん号2000系2004を予算線アンパンマン列車として運行してた。車内も指定席の区画はドキンちゃんの部屋をイメージした装飾が施されていた。 2000系のアンパンマン列車は大きく予算線系統と土産線系統があり、予算線には11両のアンパンマン列車が配属されていたが、2016年3月26日のダイヤ改正により、予算線、アンパンマン列車は R 四国パス線系電車で運行されることになり、バイキンマン号をはじめ、大半の車両が予算線の2000系アンパンマン列車から引退した。 ドキンちゃん号もそのうちの1両でラッピングを解除され、一般色である四国色に戻された。運行開始より何度かデザインが変更され、廃止直前のデザインは4代目であった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。